おお、めっちゃいいですね、グランジな。ちょっと待って T シャツが何パンク×グラムロックとかって意外と新しいと思いますね。こんにちは、シトレイです。今回はですね、アーカイブストアコムデギャルソン店、はい、後半ですね。前編では、コムデギャルソンのアーカイブを見ながらコムデギャルソンを学ぶという、はい、いや、これめちゃめちゃ面白かった。ありがとうございます。ぜひコムデギャルソンを知ってそうで知らないなって人はぜひ見といてもらえたらなと思います、はい、で後半は3つくらいのアーカイブを着てみようかなって思うんだけれども、なんせハードル高いからちょっと変更の可能性もあります。弱気じゃないですか、ね、だって難しいんだもん。弱気です。本当難しかった。でもさらにそこ超えてくるんで、いつも だから楽しみにします。もうやめてハードル下げんの。もうやめて、みんなそういうことすんじゃないよ、ダメだよそういうの。うちに来るお客様もみんな見てるんですよ。で、すっごいいつも参考になるって言ってます。楽しいって言ってます。こんな感じ今気持ちが首が締とりあえず最初はこちらですね、はい、2007年のキュビズムでございます、はい。まあ、もともとこれセットアップなんで、まずはシンプルにセットアップで着てからの、上だけ下だけでちょっと組んでみようかなと思ってます。おー、じゃーん、こんな感じになりました。めちゃくちゃいいですね。ザ・ギャルソンじゃないですか。めっちゃいいです。ギャルソン好きな人が着るギャルソンをイメージしています。気分上がる。シャツ即興ですよね。うん、さっきそこにあったやつちょっと貸してみたいな感じです。すごい。ちょうどシャツがギャルソンのメンズを着させてもらってます、はい、でセットアップでちょっと透け感があるので、中になんかビカビカな黄色のパンツが私物のやつを着ております。いいですね。足元は白ソックスにチャーチですね、うん、これもなんかなんとなくギャルソンっぽいかなって。確かにイギリスなんで。あ、そうね、はい、イギリス流れでロンドンパークの流れを組みつつも、はい、魅力的にいいと思いますね。でも全体的なシルエットとしてはグッドガールになってるのかなと思います。やっぱり超えてきました ね超えてきた。完全に超えてきました。よかったよかった。シャツがさらに良かったです ねちょっとカチッとしたシャツの方が、うん、多分このちょっとこうパンチのある服だから、そうです、ね、コントラストが出てきていいんじゃないかなと思います。めっちゃ似合ってますね。めっちゃ似合ってます。もう今日一かもしれないです。やめてくださいよ。やめ、あとこう下り坂ってそんなそんな。次どうしましょう。次は、トップスだけを着ます。その次にボトムスだけを着てみます。おー、じゃーん、こんな感じになりました。めっちゃいいですね、グランジな雰囲気で。グランジな感じ、ちょっと汚めな、ズルズルっとした感じで。でも上が結構パンクのノリなのでいいっすね。ね、赤白青みたいな感じですかね。デニムはちょっと想像してなかったですね。さすがですね。この 3D のグダグダゆるゆるなやつ。 3D デニムって覚えてる？あ、わかります、わかります。あれです、あれです。わざわざ探して買ってきました。めっちゃあの頃流行って今全然流行ってないから美味しいなって思ってメルカリで買ってみた。実はコムデギャルソンってデニムほとんど出してないんですよ。言われてみれば。だから、うん、コムデギャルソンのトップスとデニム合わせるって相当新鮮で新しいと思います、うん、ありがとうございます。新しい、いただきました。ちなみにタンクトップがノーメルシー雄大君のところ、うん、イエローのヒールにしました。まさに今っぽい感じもあってすごいっすね。わー、よかった。昨日の夜からの心の中詰まりが取れました。じゃあ次は、次は先ほど着たボトムスのチュチュみたいなやつで着てみたいなと思います、うん、はい、上は自由にっていうことで。うん、上は自由で私服にします。はい、おー、じゃーん、こんな感じになりました。ちょっといい、ガーリーな方に振ってみました。ちょっと待って T シャツが。何、いや、何の話してんの？これがパンクなんですよ。そうなのよ。あの、化学ボレーサーのパンクスピリッツに、はい、あのオマージュを捧げるべくパンク T シャツ、はい、
いやもうよく見るやつですねこれは玉突き事故みたいな感じですかね、はい、でも70年代のロンドンパンクは本当こういう感じですね。性が解放されてますし、うんうんうん、でもそれをポップに可愛くしてるからいいですよね。そう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 、はい、あとなんかガーリーっぽく仕上げたかったのでメリー・ジェーンにしてみました。おー可愛いですね。そうあのギャルソンさんでこの靴もよく出さない、うん、出します出します。なんかこうちょっとガーリーっていう感じのちょっと少女っぽいところ、うん、もうシルエットがちょっと微妙に少女だからちょっとそっちに合わせてみました、うん、次はこちらになります。これはいつの何でしょう。これ1990年のこれちょっと変形のドレスですね。はいこれをちょっと着てみたいなと思っております。おお、こんな感じになりました。まだちょっとなんかイメージが変わりましたね。変わりましたね。着るとすっごいなんかシルエット綺麗だね。綺麗ですね。びっくりした。なんか吊るしの時とまた全然イメージ違うなと思いましたね。であと背中が結構パカンと、そうですね、背中は結構開いてるので、でこれメインにしたかったんで、はい、シンプルにしときました。これほんと初期のギャルソンっていう感じの、うんうん、いいですね。ね、かわいいよね、うん、なんかこのプリーツが思った以上に来たらガールの感じがちょっと強調されるかなと思いました、うんうん、靴はロングブーツに再配にしたんですけども気持ち実はもうちょっと短いイメージだったから、うんうん、確かに確かにこんくらいかなと思ったらヌーディーにならないように再配にしたんですけど思ったより長かったっすね。思った以上に膝ちょっと上くらいだったから長かった。なのでスタイリングができるとしたらマーチンにします、うん、マーチンのこれくらいにします。続いてはこちらになりますどん長いですねギャルソンではチェックなんですけどもショールみたいな感じでちょっと使うこういう感じで使うらしいんですけども、まあ、こう袖ですね。一応ここに手を通すっていう手首じゃないです、ね、首じゃなかったんですよね。首入らなかったちっちゃくて確かに確かに、はい、そうそうそう不思議な。とちょっと変形のジャケットなんですけれども、まあ、これ使うかどうかはさて、これが一番難しかったなんか私の中で黄色のチェックは着たことない。挑戦ですね。挑戦だし外したら怖いなと思って2パターン3パターン用意して着てるからね、はい、末永くお待ちください。おーめっちゃいいです。本当めっちゃいい。ギリッギリを攻めてみました。はい、めちゃくちゃいいですね。よかった。じゃあドキドキしてたの何イメージですかね。これは何もイメージできなかったこれに黒いワンピースとかしっかり合わせて終わりってなるのはあかんなって、はいはい、柄かける柄じゃないといけないなって思ってこれが一番落としどころとしていいかなっていやこれ結構新しいかもしれないです。これパンクロックじゃないですか、イギリスのトラディショナルなスタイルに、うん、下のが多分グラムロックみたいな確かにスタイルだと思うんで、スタッツの靴もそうですけどチャーチーでもパンク×グラムロックとかって意外と新しいと思いますね。おーよかったよかった、はい、ケイさんも多分その辺なんとなく感じて合わせてるんじゃないですか。いや何もあくまで色と柄っていうあとちなみにさっきストール使うか分かんないって言ったんですけど、はい、一応使ってみました。あいいですね。で使い方としてはこれを真ん中がそうなってこう通してこういうなんか適当に何をしたんだろうちょっと私も覚えてないんですけどこんな感じだったっけ。うんいろんな着方がこれ割と使えるアイテムなのかなと思いました。シャツは？シャツは AG っていう昔ブランドがあったんですけど、うん、そこのやつですね、うんうんうん、はい、全部で 1,2,3,4,5 着、はい、来ましたが皆さんはどのスタイルが良かったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。ちなみに鈴木くんは、はい、どれが一番良かった？全部良かったですけどやっぱ最初の印象ものすごく良かったですね。赤のセットアップこれすごい、うんうんここでギャルソンっていう感じでザっていう感じだと思うね。すごい良かったですね。アケピーは僕も同じでこちらちょっと申し訳ないですけど同じみんなコメント書きづらってなっちゃうじゃないちなみにあ鈴木くんこれはいつまでやってらっしゃるの、はい、これがですね一応6月8日から7月2日ですね、うんうん、2までですね。はい、はい、ぜひ渋谷にお近くにお越しの際は足運んでもらえたらなと思います、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。